Say の代表戸崎康介です。Say とスタイリスト石野圭介です。トレンドはデザインを取り組みながらもやっぱりうちで簡単にスタイリングできるっていう、簡単なスタイリングの中でもおしゃれ感が出るスタイルかなって思います。巻きすぎないおしゃれヘアです。今だとオイルを使ったウェットスタイルから束感を出す動きのあるスタイルです。お店の中でこう何歳っていうどのくらいとかって決めるよりかは、個々のスタイリストで何歳って決めてほしいなっていうのがあって、なんかこうお店として目指すよりスタイリスト側、プレイヤー側がお客様を決める。でもその到着地点でみんなが制度とっていうところでくっつけばいいかなっていうところがありますね。彼安富は20代ぐらい、エッジの効いたおしゃれかわいいスタイルがですかね。でもインナーハイライトを入れた時の切りっぱなしが最近ハマってます彼のスタイルはやっぱりこう本当にまっすぐなスタイルなんだけど、その中にもこうエッジと今っぽさがすごい入ってて、なんかこうやっぱ帰るお客様全員可愛いなってすごい思うとこあって、彼結構帰り際のお客様と撮影してるんですけど、やっぱ可愛いんですよね。やっぱおしゃれなスタイルとか可愛いスタイルを作る人と一緒に働けることが僕のモチベーションを高める理由かなと思うので、ここのSay では今彼が先頭を切ってそういうスタイルを打ち出してくれてますけど、他のスタイリストも自分のブランディングの立てるスタイル、カラーとかでもいいんですけど、そういったもので自分の得意なスタイルっていうのをやっぱ作れると強みだなと思うし、今後はそういうスタッフ増やしていきたいなと思ってます。お店の星のお客様をきれいにして可愛くして満足させていうことがやっぱ一番で。それを各それぞれスタイリストでやってほしいなって、それのフォローアップしていきたいなと思ってます。戸崎さんのお客さんはやっぱ誰がわしかしてもまとまる、家に帰ってからも多分扱いやすいんだろうなってこっち側が思ってしまうから、今までどんだけやってきたかなっていうのは営業中すごく感じるし、なんかすごいなってやっぱ毎日思うし、そこまでやっぱいけたらいいなって自分も常に思ってて、いつかは越せたらいい存在ですよね。結構ね、泣けるぐらいなんか去年の10月とかぐらいから準備始めてて、メンバーも集まってきてこんな風にしていこうって話をしてる中、コロナがだんだん来て、どうしようって本当に自分たちできるのかなって。でもその中でメンバーに聞いて、もうみんな本当に一丸となって「いや行きましょう」みたいな、本当に言ってくれたことが僕にはすごい嬉しいことだし、やっぱここまで来れたかなっていう。今結構お客様がすごい来ていただいてるんですけど、やっぱ4月の直前のドキドキ感と4月始まってからの1ヶ月はお客さん来なかったね。来なかったね自分もフォロワーいたし、今まではお客さんで月は500人以上やってたし、毎日20人以上やってたし、その中でね、今日はね3人は呼ぼうよってお店で言ってる自分が新鮮だったっていうかねすごかった自分で言うこともすごかったねコロナのせいじゃないよみたいな自分たちの準備がちょっと足りなかったねっていう話して、その中でも自分たちでこう撮影するスタイルだったりとか、インスタグラムだったりこう広告ツールをすごい作ってって、今までのお客様に連絡してみたりとかね、本当に地道にやったね。全部しました。全部したね朝から晩までお客さんいないのにみんないて、どうしてこうみたいな、どうやったらお客様喜んでもらえる環境になるか。やっぱ値段下げてもなんか来なかったんですよね。だからそれじゃなかったね。でもやっぱそれじゃないねっていうことになって、デザインを打ち出そうってなって、本当にみんな必死にやってくれて、みんな結構予想してるより来てると思う。もうね、時期はね乗りかかった船に乗れみたいなあれ以上はないですね。ないね。その実際本当に数人になった時に、自分がもう本当にシャンプーから本当にお会計までダイニングマッサージとかまでやるようになって、なんかよりお客様とこう親密になれた時に、お客様がやっぱ過去の自分も知ってるからびっくりされてる様子もすごいあったけれど、恩返しできたなっていう。ただ SNS を作りたくて、自分自身がどうやってできるのか、自分自身のインスタグラムに捨てる言葉のことがそういう人とリンクしてるんです。誰にも負けない武器を一つ持つ。